さんこんにちは、なんでもにようこそ、篠崎彩乃です。今日は舞台転生したらスライムだった件大阪公演最終日ということで、今日は舞台の楽屋の裏側に密着していきたいと思います。イエーイ、やばい、めっちゃ眠たい。ちょっとまだ朝早くて起きてないんですけど、早速これからメイクに行きたいと思います。ということでメイクをしてきました。まだウィッグこれからなので、ネットだけしてフードかぶってます。てるてる坊主みたい、すいません、カメラ回してるんですけど、お願いします。イエーイイエーイ、めっちゃすっぴん、おぎはな。しかも土入りのメガネしてるので、めっちゃ目すごく小さい。かわいいよ、すっぴんでも。めっちゃ吉川優さんです。こんにちは。みんなこのネットの時間が長いですよね、楽屋は。ね、みんなこの格好でずっといます。いつも通りの楽屋、私の楽屋までの様子になっております。こちらはテンスラのパンフレットですね。パンフレットめっちゃ良かった。中身が充実してていい感じでした。これは汗拭きシート、しなちゃんのコンタクトです。あと香水とコンタクト入れは松相館にカラーコンを入れるのに使います。あとネイルオイル、歯ブラシ、で喉痛い時にメガネールスプレー。で最近このメイクポーチをいただいたんですけど、これめちゃめちゃいい。こんな感じで、これ小島さん、小島春菜さんがプロデュースしてるハーリッククール。かわいい。これめっちゃいいでしょ、こんなガバって、ね、ブラシもいっぱい入っておすすめです。アンサンブルのみんちゃんが初日にくれました。かわいい。シナ様の姿もエレンの姿もいつもかわいい。何思って見てます。アナさんの飾らないナチュラルな感じが、かわいい。これ一人ずつ。吉川さん、いつか共演してみたいと思っていた吉川さんとこうして共演できて嬉しいです。テンスラ大阪公演よろしくお願いします。リンナ、リンちゃん、ありがとう。リンちゃん、どこ。リンちゃん映ってます。リンちゃんがくれました。かわいい、はい、私の楽屋前はこんな感じです。これはおぎはなが来れた美味しそうなやつ。マッサージを受けて体のメンテナンスしたので、これからシュナちゃんに変身してきます。行ってきます。シュナに着替えてきました。シュナはオーガ族の姫なので、こういう巫女さんの格好をしてます。姫です。どうですか姫。あんま仲良くないんでごめんなさい。なんでですか。基本愛想笑いなんで、いつも私、ね、ひどい。仲いいじゃないですか。女の子ってそういうの多いじゃん。あ、こうやって笑ってるじゃん。それあと5分ですよ。行きまーす。じゃあ行ってきまーす。バイバーイ。1公演目終わりました。待ちね、終わりました、うん、そして今松沢館でお弁当タイムです。今日のお弁当はじゃん、そぼろと、なんだっけこれ、鶏肉、そぼろ鶏肉弁当。いただきます。ごちそうさまでした。あー、今楽屋に一人しかいません。ちょっと崩壊してきた。何が。本当だ、本当だ。映すしかない。汚い。これが本当のあやなん、あやなんなんで、ちょっと見てください、これ。あらら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 、汚い女ですね。これがね、いつものね、通常ですね、通常なんで。うん、びっくりした。
ってる。ずっと悪口ばっかり言ってた。ね、最初は。ひどい。後で見返してみて。ね、私たちからのメッセージだから。怖い。何話してたの？最初は悪口だった。最初は？うん。何箸でヨーグルト食べてんの？スプーンなくってさ、いただいたから食べてます。美味しい。私のこと褒めてたの？ありがとう。どうですか、お気持ち？なんか始まったらあっという間じゃなかった？うん。ね。原作の先生にめっちゃ褒めてもらったから。え？ちょっと頑張れる。よかったね。嬉しい。泣いた？ちょっと心の中が大涙だな。心の中が大涙。リリミューじゃないですか。そうですよ、使ってます。指原さんのリリミューです。ハナもこれいただいて使ってます。シェーディング、これめっちゃ良くないですか。めっちゃいい。めっちゃいい。これはアヤナーさんのリップです。ブサンローラーの6番はい、メイク紹介になってる。え、かわいい。見てください、めっちゃかわいいですよ。皆さんお察しの通り、暇です。何もすることがありません。何するか、うん、夢物語のように作るなんてセリフ合わせ大阪千秋楽です。イエーイ、大阪千秋楽おめでとうございます。ニムルです。ニムルです。シーズさんです。カノンちゃん、シナです。シナさん、シオンです。仲良しシオンです。みんな仲良し、仲良し、みんな仲良し。怖い、怖い、ね、みんな仲良しだね。仲良し、終わっちゃうの寂しい。まだ東京があります。まだ東京あります。嬉しいですね。嬉しい。イエーイ。編集大変だった。頑張りたいと。こうやって網なんですよ、すごくないですか。めっちゃ自然じゃないですか。眉毛つらしてるし、ね、そう、まあ、ピンクの眉毛、紫の眉毛、綺麗。ありがとう。シュナメイク、シュナは基本でピンクのメイク、眉毛もアイメイクもカラコンもピンクが入ってます。シオンツーショットを撮りましょう。あ、もう時間が…シオン、もう時間、もう、私10分間のことしてるんで。シオン、私10分間のことなんで、基本。はい、ということで、大阪公演千秋楽終わりました。まだ来週はですね、東京公演が、青年館で行われるので、皆さんぜひ見に来てください。シュナ役の篠崎彩奈でした。この動画がいいと思った方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。